はい、それでは、はい、久しぶりに、松岡さんにこの前、ヤクルトの優勝祝賀会で、久しぶりに会って、かつてのヤクルトの大エース松岡弘さんでしたが、若い時から比べたらいつ頃から毛は薄くなってあのねすぐそこへ飛ぶかっていう松岡でもないですいやいやあのね松岡弘さんです。191勝してプロ野球を辞めた変人です。あ、まず最初で頭の話で50歳ぐらいからだね。あ、そう、ちょうど俺が解説のその仕事終わるぐらいから、どん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 そのストレス溜まっちゃって、あ、それストレスで、そうストレスなんだ。いや、ただの俺だって、ね、いや、これはもう系統なんだけどでももう中途半端にこの辺だけを松本君みたいに、わ、松本のね、ヘアスタイルはね、青柳ヘアスタイル。だからそれやめてくださいよ。ヘアスタイルじゃないの、これは字なの。事前にこうなったんですよ。じゃあ俺もそうだよ。ですよね、事前にこうなって。ヘアスタイルじゃない。だからね、またね、はい、あれだよ。このぐらいにすれば分かんないんだよ。もうだから俺は自分でこうやってやった方が便利がいくってやっちゃったの。そしたら結構受けてさ、薄いねって言われるよりハゲだねって言われる。なんかいいじゃない、それはそれで。なんかパッと見た感じは、あれやな、もうお寺の住職みたいな感じやな。雰囲気がないというの、うん、自分もその類じゃんな。いや、あのね、ではさーって言っていたら平松もね、平松もほとんどないじゃん。すごいよ、うん、彼の大投手はみんな毛が薄くなるんだよな。頭使ったんだろうね、ピッチングで。こんな黒ゴロとしてのは大投手からちょっと怒ってた。そうなんだ。俺らね、ピッチングで頭使わない。あ、体使った。もうこれはまあもう気持ちだけだから。いや、これ使った。うん、まあマウンドからよく言ったけどね。打つなよとか言って、ね。その話、うん、マウンドで言うのは当たり前だった。当たった昔はマウンドから何やろうって。キャッチャーとちょっと喧嘩してんだ。そうそう、俺大家と思う。キャッチャーと喧嘩。そう、俺は、おい、何投げてんだお前って言うから、いいんだよ、そのままサイン出しておけ。バッターが、おい、お前ら何やってんだよ。怒らないな。しょっちゅう、俺3種類しかないよな。ま、うん、っすぐとシュートとカーブしか。そうなの、カーブ。お前、3回首振ったら、お前元へ戻るんちゃうかって言ったら、いいんだよ、ずっと出しとけって。そうすると、バッターがびっくりするのよ。何やってんだ。で、結局ちびっちゃう。それもありなの、昔は。いや、昔ね。ね、俺阪神の時はね、うん、俺はあんまり喧嘩しなかったの、キャッチャーとは。上品だったから俺は。そう、違う、これ右とか左でしょ。こっちこっちこっちこで、野手は偉そうやつはよく怒ったけどね。慣れたなばいとか言ってマウンドから星野さんと一緒でね。あ、そうそうそう、うん、それはね、俺はしなかった。あ、そこはしない。いや、ちょっとみんなタイプがそれぞれ違う。ちょっと違う。俺はキャッチャーはね、若いやつがいてね、こいつはね、サインが途中で分かんなくなっちゃうんだよ、自分で。要するに何を出していいか、組み立てがもう迷ってくるとわけわけになる。はいはいはい、それはそしたらマウンドで来るんだよ、うん、タイムが来てね、小声で俺に次何投げますかね、次何投げますかねって聞くんだよ。で、俺はバカだわっつってそこで怒るんだよ。適当に出しとけよお前、その時はで言ったら、はい、わかりましたって言って、どうすると思う、俺のケツ立てて、こうやって帰るんだよ。2回叩いたら、2回叩いたら、ほんじゃカーブでやってくる。いや、そうじゃないんだよ、まあ、雰囲気が激励に来たみたいに見せるじゃん、こうやってケツ叩いて帰ると。バカなはあったね。そういうね、芸をするんだよ、あいつは。ちょっと やらしさはあったんだよ。もろに喧嘩する相手じゃないから。大家はさ、同級生、同期じゃん。同期なんて、同級生なんで。だから、ね、だから意地の張り合いが出てくるわけ、たまにね。たまにだよ。キュッキュしたら大変なことなんだよ。だからここ行ってた時に、俺ちょっと待って、タイミング取りたい、ちょっと今きついんで偉いんだから、ちょっとゆっくり出せよっていうのあるの。だからそれでさ、ちょっと待ってってやると、うんうん、何あげてんだよって、で、あっためきてか、最後さ、まっすぐって言って口で言うんだよ。それ分かっちゃうでしょ、相手に。分かってもいいじゃん。いや、分かってもいいのよ。ね、いい、逆なんだよ。まっすぐ投げるって言われたらバッターは考えんのよ。だから今はね、バッテリー今喋っちゃダメだってすぐ言われる。うん、ノームさんなんか、それのお前タブイだもん。ずっと言ってるじゃん。ね、うん、ベロ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 喋って、聞こえるぐらい喋ってと。そう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 。うん、だから一番知ってるのは彼だからさ、ノームさんの話ちょっとしてもらってみ。いやいや、野村さんの話よりさ、
もうノブさんの話はもういいですよ。俺も 本も書いてる、最近出してね。解体師。えなつと2人で、半分ぐらいをボロクソに言ってる。いや、その、からね、今やのボロクソは、精神障害の話だから、ボロクソでいいんですよ。いや、まあ、今日はね、俺の話はいいから、うん、松岡弘の、人生、野球人生、こんなピッチャーがいたっていうのをね、もう俺はいつもアピールしてんだよね。いつも話出すじゃない、はい、松岡の話いつもね出すんだよ、うん、俺、そこら辺はちょっとね、まあ皆さんあんま知らないと思うんだけど、まあ本音で言うと191勝で やめるっていうプロ野球選手アホだよね俺に。普通寝ててももう9勝なんて、あと寝ててもできたら、あとあのね、うん、このチームだから、うん、っていうのがいろいろあって、うん、191も逆によくしたなっていうのを俺は見た。なるほどね。でもね、あと9勝という数字は、うん、結局200という数字あるよね、うん、だから一番今や喜ぶのはそこなんだよ。いや、そうなんだ。いや、だから、うん、その、まあ、ピッチャーランクつけられない200ランクなんだよ。100とかさ、お名前100勝勝だけど、そうすると150とかな、うん、そうするとそれで後々までなんかランク付けされるじゃない、はいはいこうね、表になってくるじゃん。それでブーとかと言う。それでその名球会とか言ってさ、なんか野球の名人がみんな集まってるでしょ、はい、名球会っていうの、はいはい、で俺たちだけが名人だみたいな。191は名人じゃないのかよと俺に言わればね、言わせればね。本当だよね。191してさ、俺41セーブしてんだよ。だからそれ両方したら200になる。まあ確かにな。だから規約がね変わりますね。変わってんで、うん、じゃあそういう話があるのかなと思っても。いや、そうだったらね。いや、俺も今日の新聞見たけど、藤川と上原が特別会員になってんだよ。そしたら、うん、松岡弘はなってもおかしくない。おっしゃる。その辺がね、抜けてるよ。なんでやん。怪我ないから。いや、そこへ来んない。いやいや、怪我なくて来たんだけど、今怪我ない、うん、怪我ない、うん、いや、だからあれは何だったんだと。俺はね、いや、名球会がやることはいいですよ、うん、あの誰をやろうとしようと、うん、あの200とかあの2000本っていうのをもともと決めてたのを別に変えたって時代時代でも191の松岡弘は何で入れないんだって俺に言わせた。47セーブあるんですもんね。うん、47セーブ。190以上のピッチャーってすごくいるんだよ。いる。秋山だもん、ね、それ197勝ぐらいしてんだよ。そうそうしてる。197、うん、だからあと3つが何なんだっていう。それでそうなんだ。いや、そうよ。そういう考えなんだよ。あと9つが何だよっていうね。そう、あと3つが何みたいな考えなんだ。そういうことなんだ。だからそこまでの評価っていうのに対して、うんうん、そこでなんで200っていう数字に誇示してんだっていうのを。俺もあと187勝なんて、あと87勝なんて何なんだよ。87勝したら俺は200になってたんだよ。いや、それでまあその191で辞める時の心境はある程度、まあだからどんな感じなの、要するに自分が今までやったことに対しての、うん、今のここからあと9勝に対する意地っていうのが、うん、俺は、うん、そうあんまりないのよ、うん、で、そこでその時に邪魔したのが200という数字も邪魔した。あ、入ってもいいけど、うん、何のために俺入るの、価値がある人間にしてくれるの。なるほど。200という数字でこの野球界を去る、まあ現役を去る、うん、まあ、野球界でいる時はまあまあ言われるだろうけど、で200しなかったら、ほんじゃどう、200してるからあんたこうやってじゃあ祀ってくれるのって。うん、今そういう時代じゃないし、記録に対するプライドの問題だよね。そうなんだよ。ところがあれ拒否したやつが2人いるじゃない、はい、あの落合と、はい、うん、あのもう1人えなつだっけ、誰だっけ、いなかったっけ。いますね。でそれはまあね、落合の場合で言うとね、あの多分ね、あの迷宮会入っても迷宮会の中に嫌いなやつがいっぱいいるんだろうな。それで入りたくなかったそういうのそういうのとは違うと思うんだよ。だから俺はちょっとだから純粋な、うん、そこに入って、うん、当時のね、どうしてくれるの、うん、そうそうそう。じゃあここまで行って本当は体壊してまでやっていいよって、うん、で行った時にうんっていうなんで世間出ても、あ、ただ200人だけだ、200勝しただけのピッチャーだって思われるのもどうかなっていうのをね、噛み合わせながら、それで9勝ぐらいあとすぐできると思った時に首痛めちゃって、頸椎変形症になって、あ、そう、セットポジションでこっち向けない、あ、
こっちも手も上がんない、おかしい、なんでやねんと思ったら、うん、やっぱあの、まあ、積み重ねが出てきたんだ、ね、一気にあのオフになってなるな。で、これは治ると思ったら、うん、1、2半治るな。その時ちょうど土橋さんだった。ああ、監督、うんうん、どうでもいいよと。